クリストファー・ウォーケンはアメリカ合衆国の俳優。1984年本名はロナルド・ウォーケン。ニューヨーク・クイーンズ区アストリアにてドイツ生まれの父親とスコットランド生まれの母親の間に3人兄弟の次男として生まれる。父親はベーカリーを経営していた。幼い頃からダンスや演技を学び、兄弟と共にテレビ番組などにも子役として出演していた。 ホフストラユニバーシティで学ぶが、卒業はしなかった。映画デビュー以前も、舞台作品において、数々の賞を受賞している。1978年に、ベトナム戦争を題材にした、ディアハンターで、戦争で精神に障害を負い、夜の最後にで、ロシアンルーレットに傾倒する青年ニックを演じ、その危機迫る演技で、アカデミー助演団優賞を受賞したほか、2002年に、 公開されたキャッチミーイフユーキャンでも主人公の父親役を演じてアカデミー助演団優勝にノミネートされた。1985年の007美しき獲者たちにはシリコンバレーを壊滅させマイクロチップ市場の独占を企てるマックスゾーリン役で出演。007シリーズの悪役としては初のアカデミー賞受賞歴のある俳優であった。 舞台のミュージカル俳優出身であるため多くの出演作品の中で多かれ少なかれ踊っている。2001年にはスパイク・ジョーンズが制作したファットボーイ・スリムのウェポン・オブ・チョイスの PV に出演しホテルの中をスーツ姿で曲中ひたすら踊り続ける姿が話題になった。近年ではミュージカル映画ヘアスプレーで主人公の父親役として 歌とダンスを披露している。アメリカでは、パトロンセイント・オブ・ザ・カウベルの異名を持つ。これは、サタゲー・ナイト・ライブにおいて、カウベルに固執する、レコードプロデューサーを演じるコントなどがあったためである。1991年に出演した、キング・オブ・ニューヨークのプロモーションで来日した際には、タモリ司会の、森田和義アワー笑っていいとも、に出演した。二0 1年には、ブロードウェイで、 久しぶりの舞台出演を行い、マーティン・マクドナー作、スポケーンの左手に、カーマイケル役で出演して、トニー賞候補となった。ありがとうございます。